A 子はおっとりした性格で、穏やかで優しく、私は同期の中でも好感を持っていました。ただ、仕事の面ではおっちょこちょいなところがあり、しょっちゅう厳しく注意されており、A 子さん、ちょっと来て。特に同じ部署の先輩からは、必要以上に厳しく叱責されていたように思います。日に日に落ち込んでいく A 子。私はランチや仕事帰りに A 子の相談に乗りましたが、話を聞くだけで、具体的には何もしてあげることはできず、心苦しく思っていました。ああ、また怒られてる。でも、ある時から、彼女は目に見えて元気になっていったのです。吹っ切れたのならよかったと思っていたのですが、たびたび様子を見ているうち、あることに気がつきました。先輩に怒られて席に戻ると、うつむいて、どこか一点を見つめながら、何やら動いているのです。目立たないけど、なんか不自然な動きでした。当時はあまり気にしていなかったのですが、A 子の動きが、サイトで紹介されていた仕草と似ていたように思えたのです。そのサイトというのが、ネットで噂されている呪いを紹介したものでした。A 子、先輩に呪い？怨念を送っていたの？ A 子の不自然な動きを見かけてから、しばらく経ったある日のこと。先輩は、階段から落ちて大怪我をしてしまい、長期休職しました。代わりの人が業務を担当したところ、なんと横領が発覚。先輩は解雇され、そのままいなくなったのです。人をいじめるようなことばかりしているから。あの時の A 子の一言が記憶に残っています。その後、A 子も私もその会社を辞め、付き合いは自然となくなっていきました。A 子が先輩のことで相当悩んでいたのは事実だけど、人を呪うようなことをする子ではなかったと思います。気のせいですよね。A 子、どうしているんだろう。人の心の闇は誰にもわかりません。恐怖の体験、毎週投稿中です。チャンネル登録、よろしくお願いします。